美しさみたいなことに誇りを持ってる子だと思ったので、絶対に肌荒れを起こすわけにはいかないという恐怖心でしかもこの時期じゃないですか、私花粉症ひどくって、その目に来るんです、目が赤くなっちゃうので、もうガタガタしながら毎日起きてました今日は大丈夫。でもやっぱりそのあやちゃんだからっていう気持ちがあったのか、そこまでその、あの花粉に悩まされることもなく、あの頑張れたのかなというふうに思います。はい、でもそういうことを隠したね、はい、翻訳者にされていて、なんかその、まあ、あやさん自身もそのエンタカンとしてそれを隠してたりとか、二面性がちょっとあるようなところがあるんですけれども、その辺のこう難しさみたいな。そうですね、あのそう、私は割とずっとご機嫌なタイプなので、その彼女がすごくこう精神的に不安定であったりとか、あの繊細さゆえのこう感情がこう爆発してしまうシーンっていうのは、通常の人生ではなかなかしたことがないことだったので、まあ、それができるっていうのは一つお芝居のすごく楽しい部分だなというふうに思いましたし、彼女がそうやって美しさに固執する、まあ、きっかけとなったのは、他者からのこう心ない要望に対する、まあ、あの言葉ですよね。でもそれって多分あの、まあ、この世界に生きていて誰しも一度は受けたことがあると思いますし、それに傷ついた経験がない人っていうのはむしろいないんじゃないかなというふうに思うので、そこはすごくあの、まあ、共感できるポイントでしたし、あのそれが傷になるのが分かるな、あの時のあの言葉未だに心に引っかかってるんだよねって、あの見ながら思い出す方も多いんじゃないかなというふうに思います。あ、まだこちらです。すみません、それいます。ありがとうございます。大丈夫かもしれない。